生感がすごい。いや、それどころじゃない。さっさと高木さんに写真を。よし、そうしんと。高木さんめ、思い知るがいい。そこじゃなくて海だよ。これじゃ俺、夕日を高木さんに送っただけのやつじゃん。違うの？高木さん、なんでここに。いい反応するな。お使い終わってから自転車飛ばした甲斐があったよ。はい。ありがとう。証拠取ろうとして海まで行くんだろうなって思ってたら、その通りだったよ。俺はまたまんまと。でも嬉しいな。西方が私に夕日の写真を送るために頑張って走ってくれたんだもんね。な、いや、そうだけど、そうじゃなくて。真っ赤だね。違う。夕日。何でも。まあ西方の方が赤いけど。くそ、すごいと思わせたかっただけなのに。そのために頑張ったのに。本当に西方追いかけてきた甲斐があったよ。西方と夕日見れたしね。綺麗だね。いやいや、嘘だ。からかいに来ただけだろ。騙されるか。クソ、一瞬でもドキッとした俺がバカだった。それにしてもすごいね、西方。本当に海まで走るなんて。いや、別に。あ、西方、褒められてにやけてる。にやけてないって。目的は達成したけど、全然勝った気がしなかった。